はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、誰一人向いていないと言われているこの診断なんですが、診断をこすり続けていく男、診断こすり続ける系実況者リュウさん、落書き中今回使っていきます。このテーマ、なんと3種類しかありませんカードが落書き中テラの落書き中ステゴ、落書き中当選もこれしかありません。落書き系の、カードっていうのは、これ何するかっていうとですね、汎用恐竜族モンスターサポートなんですよね。どういう、デザインになってるかっていうと、まずステゴっていうのがかなり特殊召喚条件緩くて、こいつが、特殊召喚できる条件、モンスターが自分のフィールド上に存在していないか、または恐竜族モンスターのみの場合、これめちゃくちゃ簡単ですね。恐竜族デッキであれば余裕で、この中の特殊召喚できて、で特殊召喚に成功するとデッキから落書き超魔法トラップカードを1枚選んで手を出せるっていう効果ですね。で落書き超カードこれしかありませんが、正直、はい、1枚しかありません。で、自分の恐竜族モンスター攻撃対象になったら、攻撃無効にして、で自分の墓地から落書き獣モンスター特殊召喚できるよっていう効果一応あります。当選坊さんね、はい。で、これもちろんこのカード除外して発動っていう効果が強いんですけども、デッキからレベル5以上の恐竜族モンスター何でも手札に加えることができるよっていうことで、墓地置かれた段に発動できないんで、オロフクとかで落とした段には使えないんですけども、基本的にはこのステゴでこれ持ってきて、でこれ持ってきて、これそのまま捨てて、で相手のドローフェーズとかスタンバイフェーズにこのカードを使って、このテラノを持ってくることになります。でテラノはフリーチェーンアドバンス召喚っていうのが謎の効果しまして、強烈モンスター1体をリリースしてアドバンス召喚できるっていう、ルール効果と、フィールドに強烈モンスターが存在し、する場合、自分相手のメインフェーズに手札のこのカードをアドバンス召喚するっていう効果を持ってるんですよ。だから、この落書き獣ステゴがいるから、大体基本的にはだからこれをリリースしてこれ出していくっていうことになりますね、はい。でこいつがアドバンス召喚に成功したら、フィールドのモンスター1体を選んで破壊することができるよという効果を持っていますと。で打点も一応恐竜族リリースしてとアップしますみたいな感じですね。だからテラノで、恐竜族リリースして相手側に出すこともできるし、例えば 今回ダイノルフィアと組み合わせてるんですけど、テレジアにエフェクトベイラーとかテレジアに無限保養とか食らった時に、ステゴ持ってると、じゃあこいつリリースして出すわっていうことができるんですよ。だから一応これで誘発受けもできるっていうことですね、テラノで、はい。そういう動きもできます。で、今回は、恐竜族のテーマでダイノルフィアと組み合わせてるんですけど、最初の方ね、オビラプターとかと組み合わせてたんですよ、普通の恐竜族デッキ。なんかあのデッキ別に正直落書き獣ない方が強いなってなったんで、もうちょっとなんかそのこのモンスターたちが活躍するデッキを使いたくて今回はダイノルフィアにしています、はい。正直オビラプターとかの方はね、こうない方が強いそんなこと戦闘なんか盤面にどんどん並べて、リンクやらなんやら、エクシーズやらシンクやらしてった方が強いんで、はい。というわけで、今回は、ダイノルフィア、あとハオールの魂デッキに、この落書き中ギミックをぶち込んで、分回していきたいなというふうに思っています。早速いきましょう。デュエルスタンバイ。作画崩壊モンスターズ開始。落書き中全然来てないけど、恐竜サーチカード、最強の化石調査が来れば実質あれは落書き獣カードになってるんでね。あ、来ましたね。これ落書き獣ムーブできそうですね。テリジアに誘発とか打たれることを懸念するのであれば、一応ミセラサウルスが入れた方がいいんですけど、ちょっと今回ミセラサウルスちょっと咲いてないんで、一回ちょっと化石調査から打って、で相手のウララはない、ウララはなさそうで、ステゴってことは俺のドメインは、無限保養とエフェクトベイラーがちょっと若干めんどくさいが、ドメイン引いてからなんとかなるでしょ。でテレジャー効果、はい。でなんかある、うわー強え。いやでもこれさすがにウララ打ったら止まるか。1回はセットの効果は、これウララ一応一応1回だけですけど一応止められるんですよね。でしかもモンスター効果1ターンに1回しか打たないんで、これ自分のターン、これウララ止まりますねこれよし耐えた、オッケー、ガンマ耐えた。で、テレジャー効果でフレンジーをセット。ガンマ鬱陶しいな、使わせるか。いいや、ちょっとステゴお前ちょっとおとりになれお前。あれ、マジこれ発動できんの。これステゴ軍効果、召喚の召喚に成功した場合、できたら落書き超魔法トラップカード1枚を、おいや通るんだけど、舐めてんなお前、お前舐めてるだろ、許さねえマジで。落書き銃を舐めてるやつは許さねえぞ。ガンマ撃たんくてもいいかと思われてるさ、おいステゴお前、舐められてるぞ、なんとかしろ。これでテラノを持ってきて、一応さ、アドバンスができるんで、次のターンで、次のターンっていうか、このターンか。めちゃくちゃ舐められてるのおもろいな。ガンバ打たなくてもいいかみたいな。
感じになってるのめっちゃおもろいな。いやもうあそこしか打つとこないけどね。もう一応当選簿の効果発動して、これトラップカードなんで、参戦には引っかかんないから大丈夫ですね。でこれで、落書き銃テラノを持ってくる。このモンスターは恐るべき効果を持っていて、手札からフリーチェーンでアドバンス召喚するという効果を持ってくる。ブルーね、いいよ。でブルー効果オッケー。でモンスターがもう出たので、ここでもうドメインとフレンジーはバンバン打ってっていいな。ガンマはもう使えない。ドメイン効果発動、ドメインで、デッキ融合します。ちょっとフレンジー様子見るか。一応ダイノフィアレックスターム2体出る、2体出すことができるんで、この盤面でやればね。デッキのテリジアと、手札のエディプロスで融合召喚でケントリーナー。ディプロスとかいうモンスターね、これ一応2枚入れてるとめちゃくちゃ手札に来るんで、まあ、今回1枚しか入ってないのに来てるじゃないです か、 だからあのカードとは本当に決別したいんですけど、できればスプライトジェットを持ってくる。ジェットの効果使われるのマジでめんどくさいから、ケントレギナの方の効果まず発動する。でこいつは墓地の、ダイノフィアトラップカードの効果をコピーできるよっていう効果がありまして、着地させる、ほいでレクスターム爆誕して、でこの後、フレンジーぶち込んだらいいですね多分。フレンジー効果発動、これでライフ1000払うんで、もうあとはもう1000以上のモンスター効果発動できないため、実質無力、実質てめえらのモンスターは大体打点が、大体打点が1000以上だと聞いている。つまりてめえらのモンスターはもうすでに効果を発動することはできねえ。いけ、レクスターム、うおー、最強。うっそ、うそ、うそでしょ、うそ、うっせやん、そんなことある。あともう俺テラノしかないんだけど、テラノ君頑張って、テラノ君頑張って。特殊召喚、いやー普通に決めー、結界派とかいう最強カード打たれ。まあでも一応ダメージ入んないからこのターンに殺されることはないが、終わってるわこれ。きめえな結界派とかいうカード。ちょ魔法トラップでの耐性一切ないんですよねレクサーム君って。これどうすんだろう、これセイントリア、一応もうこれスターター使ってるよね、これスターター使ってるからセイントリアか。なるほど、あアーゼウスかなんか流してくんのかな。なるほど、いやじゃあテラノが活躍する可能性はあると。メインフェーズ終了前、落書き中テラノの効果を発動、フィールドの恐竜族モンスター相手をリリースし、このモンスターはアドバンス召喚をすることができるぜ。うおー、ステゴをリリース、いけテラノ、アドバンス召喚成功時相手のモンスターを破壊することができるぜ。あなんかいけそう、やった、耐えた、これ、これ耐えてんじゃね。あれあれ、やった落書き銃舐めてるからだよ。ガンマ撃っといた方が良かったんじゃないですか。落書き銃舐めてるやつに制裁加えろ、いけいけ、レクスターム、もうレクスタームの効果有効。うわー、いえー、制裁を加えろ。うおー、作画崩壊ビーム、バゴーン、あぶねえ。テラノ君仕事してくれたぜ、ありがとうな。誘発そこそこ多めに入れてるんで、まあ一応先行取られても、まあ誘発の引き手段によってはこう抗えるみたいな感じですね。これも今見てください、これなんかこの手札見て何デッキか全然わかんないでしょ。これあなたこれ何デッキ握ってんのみたいな話あるよこれね。なんかうらら無限ウサギ、これ何これみたいな、墓金合金、お前は何デッキを握ってんだみたいなとこあるけど、まあ、とりあえず融合を発動されて、はい。でチェーンアルバス、あうわ決め、楽園融合引けないのかな。じゃあ楽園融合を引けてない説あるか、これはまあ普通に無限コイン打つしかないかな。まあ着地したミラジェイドに打つ説はある、もう説もあるけど、まあ一応ここで打った方がいいかな。はい、まあ今ちょっとまだ悲劇か、悲劇落ちてないから、まあここ多分これ通るでしょ。あ、オッケー、
で、チェーン効果で、デストロイパッチワーク持ってくるが、それはまあさっき打ってたから今は発動できない。でケルベック効果発動される。いやこれ楽融合多分ないと思うんだよね。楽融合なさそうな気がするんだよな。これここに打っちゃってもいい気がするんだけどな。いやまあ一旦するか。難しいこれ。これここにうらら打つかどうかかなり怪しい。ここでもう一回楽融合で言われる可能性あるもんな。一回その融合をさ鶴にしてさ、相手のうららチェックしてから、あのうららとか無限保養チェックしてから楽融合ということではなかったらしい。普通にじゃあ打っとけよかったじゃあ打っとけよかった。合金発動、カードを6枚除外して、6枚除外して100枚ドロー。これ通る。うわめちゃくちゃハイヨークだ。来るのはまあ悪くはないが、ザークあと1枚残って危ねえ。クリがいいのか。オッケー了解。で相手は、セットが赤だとちょっとめんどくさいが楽印、いやこれでも墓穴一応温存かな。じゃあ楽印のセットカードなんか赤にしか見えないんだけど、これエンドフェーズで打ってくんじゃない。これちげえよ、やべ、墓穴温存すぎたじゃあセットした方がよかったえあれなんだ、でもさっき打ってるか赤の楽印だったら。確かにやべ、ハオリフ出すの忘れた。めちゃくちゃハオリフ出すの忘れてた。まあいいや。普通に忘れちゃった。いや、これは、ちょっと頭死んでるな。頭死んでる、やべ。ちょっともう、新パック実装直後から、10時間ぐらいデュエルしてるんで、ちょっと頭がおかしかったです、今。これ、とりあえず、ハオリフ打ちます。で2750払ってザーク出てきます。でザーク効果にウサギ打つっていう最強のムーブできるんですよね、これ実は。そっか。でザーク効果でなんか全部パスするよっていう効果、これ無効になってるんですけど、一応効果発動するんでウサギぶち込めるんですよね。でこれウサギぶち込んで自分のザークを爆発すると何が起きるかっていうと、ザークが破壊された場合ペンデラムゾーンに置かれるんですけど、このカードがペンデラムゾーンに置かれている場合、相手はなんかねシンクロ融合エクシーズ全部赤穴。おーなるほど。じゃあハオリ魂だ。じゃあハオリの魂なんか結果的にはいいぞ。結果オーライだ。これね結構強くて、ザーク破壊できると相手融合モンスターの効果も一切無力化できるんですよね。もうクリクリしかないんでクリクリ出しますけど、はい。まあ、物理語では殴れないが、クリスタクリアウィングは十分強いから問題はない。で雪ウサギの効果は無効になるため、一応ザークで破壊してペンデラゾーンに置くという効果は無効だった。相手分かってんじゃん、ザークの効果。そうペンデラムゾーンに置かれた時のねザークの効果ってマジで優秀でめちゃくちゃ強いんですよ。楽園だったらツームレベルで強いです。はい、アギドは、まあ、一応ちょっとクリクリ君の効果使って、効果受けないようにしといてから、増殖する以上ぶち込んで一応ドローは入れられるという状態にしておく。で、アギド特殊召喚されてもそんなに今あんま何も やることないんで、アギド君は、まあ、モンスター出てくるぐらい基本的にはだし、まあ墓地メタは一応刺さるっちゃ刺さるけど、ハオールの魂だけが。ただその他別に墓地、あでも一応ドメインのコピーとかは刺さるかな。石突きに返してもそんなになんか、うん、なんかめちゃくちゃ刺さるっていうほど刺さるはしないと思う、このデッキで。ダイノルフィアドメインの効果を発動する。ダイノルフィアドメインの効果によって1375というライフを支払い、ディープロス、あーもういねえじゃん、やべえ。あそこうららだったのかな。いやでもなんか運ゲーだなそれは。ねケルベクで、僕のデッキのテレジアちゃん全部墓地送られちゃいまして、普通にもう融合祭がありません融合素材がありません。まずいです。最強引き強くて草なんだけど、引き鬼強くて草なんだが、エフェクトベイラー君の効果使ってベルテアナコンダ無効にする。ああ、うん、よしすいません、デッキの中のテレジャー全部いってまして、レクスタームが出ません、許してください。ドロー、魔法カード2枚あんのか。まあでも墓穴引いてるし、まあ、赤とか追放とかはケアできますね。
ったらもうあのデクルスタイム出ないのでこれでビートするしかないです。あと1ミリも落書き銃が来ません。ケルベクであの落書き銃落としてくれてれば赤の楽にどうぞ。対象は、アルバス向こうで、あ向こうというか除外で、墓穴の指名者効果、アルバスの楽にをゲームから除外で、その伏せカードなんですかと、まあ、その伏せカードはクリックルでケアできてるんですけど、ね、落書き銃どこ行ったんだよ。でも高校マクル強だからいっか、いけクリスタルクリア運ゲーダイレクトタック。そして謎のカードを過去ブラフをセットしてターンエンディングストーリー。いやディップロス2枚はでもないと思うんだよね。今のはちょっと相手の石図ギミックで落ちちゃったからっていうのがあって素材が上がってるけど、これまあ言うてイレギュラーではある。落書き銃活躍せんかったけど、まあまあいいか。テラノ君いいじゃん。これテラノ君ねめちゃくちゃ強くて、これ実はなんですけど、テラノが素引きしてるとあのテレジア召喚でテレジア効果って言った時にさ、なんか無限法要とかエフェクトベーラーとか言われるんじゃん。なんかそれをねテラノ効果っつってあのアドバンス召喚って言いながら余計なことできるんだよね。だ一応誘発ケアにもなってるっていう、もはやっていう側面があって、なんか割とね悪くないっす相性。 BM ね、割烹ベースキモ、お前息吐くようにギャンブルして2枚ドローしてんじゃねえぞ、ぶち転がすぞてめえ。イリュージョンオブカオスいいだろ、なんで割烹ベース入ってんだよ。おいやばいモンスターサーチしてるぞあいつ、おいやばいモンスターサーチしてる、ブラックエクスキューショナーとかいう激キモモンスターサーチしてるけど、これ大丈夫、これ俺やばい、なんかちょっとやばそうな空気感じるな。ブラックエクスキューショナーの効果なんですが、通常魔法カードの効果発動するために相手に1000ポイントうんこを投げつけるっていう効果がありまして、でブラックマジシャンをリリースして出せるっていう効果ですね。はい、そう、フィールド上に存在する限り自分か相手が通常魔法を発動するたびになんか相手ライフに1000ポイントのダメージを与えるという効果で、知性の方とこれはですね相手の引き次第なんですが、かなりやばいです。今かなりやばいことが起きようとしています。で、あやばい待って目次はやばいって、目次はやばい、まずい、目次だけでなんか4000バーくらい確実にこれ通されるんですよ、このデッキ。やばい、あかんって、やばい、痛い、止まれ、うわやめろ、やめてくれ、そこまでにしてくれ、やめてくれ、全部捨てろ、手札全部捨てろ、全部捨てろ。お前手札ガン決まりすぎだな、もうふざけんなこいつ。